前半振り出しに戻せれて、後半割とオープンな展開の中で勝ちきれなかったっていうのは自分たちの実力だし、まあ個人としてもミスの多かった試合だったんで、もっともっと足りないなっていうふうに感じました。まあ、もちろん勝たないといけない試合だったし、ブレイザーのこう戦術的にも、まあ、前からプレス行くっていう戦術だったので、まあ、みんながもちろん走るゲームになるっていうのは分かってたし、相手よりも絶対走らないと勝てないっていうのは分かってたので、まあ、その中で勝ちきれなかったっていうのは悔しいです。クロスのこぼれ球を拾おうと思ってて、ちょっと引いた位置で待ってて、まあ、うまくこぼれてきたっていうか、もう打つだけだったので、はい、入ってよかったです。まあ、まだ時間はあったし、もう何のミスでも誰のミスでもないので、前は失点した分取り返せばいいっていうふうには思ってたし、まあ、ピッチの中でもみんなで大丈夫大丈夫声かけ合いながら前半できてたなって思います。まあホーム最終戦なので、もちろん勝ちを皆さんに届けたいですし、勝つしかないのでチーム全員で勝ちいきたいなと思います。まあ、残り2試合一緒に戦っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。